某ね、某知らぬい建設に入りたいなって思った理由なんだけど、みんなさ、何々建設でいっぱいさやってるじゃん。あれ羨ましくて、いや団長も仲間に入れてよって思って、カメカメットを従業員の人に、まあ、賄賂で渡すじゃないですか。賄賂じゃない、面接のそのなんて言うんだろう、つまらないものですがみたいな感じで渡そうと思ってんの。あ、初見さんもいらっしゃい。今ね、賄賂作ってる。賄賂、まあ、とあるフロメンがさ、どこどこに入社をしたいみたいな、ワンちゃんお酒の可能性もあるし、一応ちょっと挨拶にでも行くか。知らない警察ないないないペコだよ。恋愛を仕事場にも持っていくペコはないペコでしょ。いや、酒ペコでしょ、聞いた多分。あ、ペコランチュだ。ちょっと待って、ドドンガドン。いや、忘れさせないかんね。風化させません。よし、ドドンガドンドンドン、ドドンダダンダンダン。全 VTuber 一超絶可愛いのは誰だ。よし、あ、全 VTuber 一超絶可愛いのは誰だ。乗ってくれて仕方ないな。はい、素晴らしい素晴らしい後輩ですね、ペコちゃん。わかってる。はい、ノエルも。はい、ペコちゃん合格させてあげようかな。ノエル、え、ちょこ、ワンダフル。よかったね。どこにいるんだい、我がウサケンに入社希望のやつは。どこにいるペコなんだい。エンドのやつはさ、遠いんかな。あ、エメラルド持っていこう。おい、あいつ逃げたぞ。おかしいペコだろ。おい、え、なんで U ターンしたペコなの。社長だぞ。おい、え、怖い怖い怖い。え、なになに、え、団長じゃないよね。あ、ラミーかな。さっき目の前にいた。嘘。ごめんごめん、気づかんかった。なぜ逃げる。気づかなかった、絶対嘘だろ。街で警察を見たかのように何やら会社を探してるみたいだけど、調子はどうよ。いい感じです。なんかちょっと不穏な空気を感じる。え、でもまあ、だってさ、貢ぎ物もできたしね。就活中でいい感じ。おお、面接前に何か、まあ貢ぎ物とかでもしといた方いいんじゃないかい。ん、社長になんかよこすものはないのかい。面接前に何か貢ぎ物とかしといた方がいいんじゃないかい。あ、でも確かにまだ受け取ってないけど。え、え、あー、オッケーオッケー、楽しみにしてるペコだね。よし、来る気満々だね、うちに。えっつってるけど。オッケーオッケー。え、楽しみにしてるペコだね。お、お、お、は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 、え、は、は、照れるなよ。わかってる、わかってる。から。もう、同期だからって照れなくていいのに。照れるなよ、わかってるから。精進した前じゃあまたな。これは返信はあえてね、あえてしないでおこうか。ちょっと圧を感じました、圧。なんかすれ違いが